綺麗な橋が水面に朝日が反射して綺麗ですね。でちょうど橋を渡ってる時に目の前に貨物列車が横切るぞ。おー、この眺めはすごいですね。So they come to you without an arm ってやつね。もう太陽がキラキラしてるね。おはようございます、サムライダードです。今オレゴン州にあるね、お客さんのところから出てきたところです。まあこういうタイミングでね動画が始まるのは珍しいと思いますが、昨日の夜9時のアポイントメントだったんですね。で現在の時刻が4時27分。もう7時間以上ここに滞在してました。ライブアンロードね、すごい時間かかっちゃって、で僕は朝10時に次のお客さんのピックアップがワシントン州でありますので、そこに向かうということで、もう7時間ね待ってる間いつ終わるか分かんなかったけど、まあちょこちょこ仮眠しながらね、ストップサインなんで止まります。はい、ピタッと。でここもストップサインかな。この人何やってるんですか。はい、ここもストップサインです。止まります、ピタッと。で今から5時間20分離れたワシントン州のお客さんのところにピックアップに行きます。まあね、1時間おきぐらいにアラームかけて寝て起きて、でライトがグリーンになってないかチェックして、あまだレッドだ、荷下ろししてるわ、でまた1時間寝て起きて、あまだだわまだだわってそれを繰り返しながら7時間が経っちゃったというね。で昨日まあ今いたお客さんの近くのところまで午前中に来ていて、お昼過ぎにここら辺まで来てたんですね昨日。で7時間間空けて今の配達に来たので3時間お客さんのところで3時間滞在した時点で時間がほとんど戻ってます。73のスプリットで10時間リセットが完了しちゃってるんで、ほとんどドライビングタイムが戻ってきてます。でなおかつ今のところに7時間滞在して、私は仮眠を取ってたのでステータスをオフデューティーじゃなくてスリーパーバースにしましたので、もしこの後ドライブして、どこかで3時間の休憩を取ればまた10時間のリセットができるはずなんで、まあ今日はちょっと眠気と戦いながらの旅になるんじゃないかなと。ワシントン州で荷物をピックアップした後はコロラド州に向かう予定です。なのでここから5時間まずワシントン州のお客さんのところに向かいます。どこか途中でねまたラブズによって飲み物ゲットしたりとか、あとはお手洗い行ったりとか、そういうことをしていきたいなと。まあ、今私が喋ってるこの発話スピードとかをお聞きになって分かる通りまだ頭はぼーっとしてますのでちょっとコーヒーでも飲んで目をシャキッとね、させたいなと思います。あ、言ってたらウェイステーションが出てきますね。3クォーターマイル、あれ
れは白く書いてあるんでオープンでしょうかね。クローズドって書いてありますね。白でクローズドって書いてありました。これねステートによってね違うんですよね。色がグリーンでオープン、赤でクローズドっていうステートもあれば、白でオープン、緑でクローズドってところもあれば、結構まちまちですね。まあ、とりあえずクローズドなので通過します。おー急に綺麗な橋が、おーここはオレゴン州ポートランドですね。すごい急に、ただちょっとあれだよ急に走りにくいけど、わーすごい綺麗ですね。おーこれ左側は何、湖、川、リバー、何リバー、すごいね、これは大きな川ですね。もうちょっと明るい時に来たかった。すごい、だって川が流れてる最後のところはなんかちょうど白くもやもやっと夜明けの感じ。あっちから上がる、いやいや俺今北に向かってんだからあっち側じゃないよな。すごいですね。あれ空はどうなってんですかね。この上がずっと夜だと思ってた空が実は雲だったってことですよね。今真上に広がってるのが雲で、本来の空はあの下にちょびっとだけ見えてるあの白いところが本来の空の色ってことですね。だこの真上をずっと覆ってる雲のせいで夜と勘違いしてたってことですよね。すごいな。あの一部分だけ晴れ間が広がってるっていうか、今日はどんな一日になりますかね。今日も頑張っていきましょう。なんか日が改まったっていう感じがないんですよね。なんかさっきまで別のお客さんのところで配達してたから、そのまま次のお客さんに向かってるだけで、なんか昨日がずっと続いてるって感じ。おーいすごいね、なんだすごい綺麗な雲が晴れてる方に。なんだこれオレゴン州すごいね。このそそり立つね山の本当にギリギリを走ってるって感じがしますね。山のねてっぺん見上げるとね雲で隠れてるんですよ。だからどれくらい高い山なのかっていうのがあんまりよく見えないんですけど、いやーすごいですね。ライトショルダークローズド、ショルダークローズド1マイル、1マイル先右側の路肩がなくなります。おお、トンネルだ。景色ですねめっちゃいい。あ、ちっちゃい川も流れてるし、トンネルといえば僕は鉄板焼きの時にトンネルズの高さんを焼いたことがありまして、まあまだ当時あの女優の奥様といらっしゃいましてね、お子様と、まあその後離婚されましたけどあの当時はね
ご家族でディズニーにいらっしゃって、僕が担当したんですけど、日本人のお客様には日本人として日本語で応対するんですけど、お子様たちが英語ができそうだったので、英語でやった方がいいのか日本語でやった方がいいのか結局よくわからないまま中途半端なパフォーマンスを見せてしまったっていう、ちょっと苦い思い出でもあるんですけど、ただね、やっぱりタカさんってわかると、アメリカではね有名人ですから、まあ、彼はあのメジャーリーグ2っていう映画で出てくるんですよね。あれはなんだっけ、名前は何だ、田中とかそんな名前だった気がするんですけど、あの例のポーズ、分かる人は分かると思うんですけどね、まあ、メジャーリーグでタカさん検索すると多分あのポーズが出てくると思うんですけど、あの股間に手当てるポーズね、あれをねやっぱり見つけた人が分かるとやってましたよ、タカさんに向かってそれを、えーみたいな、もうあれ名シーンですよね。お前ボール持ってんだろってやつ、うん、あれをねやっぱりやってきてる人がいましたよね。鉄板焼きの時いろいろな有名人を僕は焼きましたけど、やっぱりタカさんのご家族を焼けたのはとても楽しかったですね。アメリカ人のマネージャーに、あれは先輩か、先輩にトンネルズのタカさんが来てるよって教えてもらったんですけど、英語で言われたんでピンとこなかったんですよね。はい、ウェイステーション、プリパスがグリーンに光りましたので通過します。はい、ウェイステーションはオープンしてますが、プリパスがグリーンなのでそのまま通過します。でそのアメリカ人の先輩がタカタカって言ってて、タカ、まあ、僕らはまだそのお客さんのところに出てないからキッチンにいて、タカタカってタカって誰よみたいな、タノーズって言われて、英語でトンネルズって発音されると全然ピンとこない、タカタカタノーズタノーズって言われて、タノーズって何と思ってトンネルズだった、あのひらがなのイメージしかないからさ、急に英語の発音でさタノーズって言われても分かんないよみたいな、ありましたね。今トンネル通ってそれを急に思い出すっていうね。あと日本人で行くと僕は勝見さゆりご夫妻を焼きましたね。あの玉ねぎのボルケーノでシューって蒸気が出るパフォーマンスをやるんですけど、それミッキーマウスにしていつもね、上から見るとミッキーのシェイプになるように作るんですけど、それをちっちゃいリボンつけてね、ボヨヨーンってやって、さゆりさんのギャグをやったら喜んでくれて、いや、あの当時何歳だったんだろう、僕よりはるかに年上だと思うんですけど、めちゃくちゃ綺麗だったよ、すっげえ若いと思った、びっくりしたよ、あの見た目、あの人は本当にすごいよ、勝見さゆりのさゆりさんね、びっくりするよ、まあ、勝見さんも若かったけど、なんかもう素で美しいんだろうなって感じ、メイクとかじゃなくて、びっくりした、本当に若い、俺より年上のはずなのに若く見えたもん、びっくりしましたね。ほんでね、もちろんプライベートでいらっしゃったんですけど、やっぱりさ芸能人だからさ、VIP ね、ディズニーは VIP のことを PX って言うんですけど、まあ、日本は分かんないけどね、PX は何の略だったっけな、Person who is extraordinary とかそんな感じだったと思いますけど、 PX って言うんですよ。で PX で来なかったんですよ、
普通にフラッと表のエントランスから入ってこられて、で、あの関西出身のマネージャーがすぐさま気づいて、あれ勝美さゆりさんですよねつってあのPX 扱いにしたっていう、すごい謙虚、びっくり。まあそんなことがありましたね鉄板焼きやってるとそういう有名人と会えるんですけど、まあ、一応ディズニーのポリシーで写真を撮っちゃいけない、サインもらっちゃいけないっていうのがあるんで、まあその時の記憶を自分の中にね刻み込むっていうことしかできないんですけど、いやーね、あとメジャーリーガーだったねバリー・ボンズ選手とかね焼きましたよ。彼も家族でいらしてね、イチローの話とか新庄の話とか、新庄は特にチームメートだったんでいっぱい話してくれましたね。さあこの左側にずっとさっきから見えてるね、何川なんだろう、コロンビアリバー、コロンバスリバー。ちょっとねあのナビゲーションに出てる文字がちっちゃくて見えないんですよ、老眼なもんでね。もうちょっと大きくしたいんだけどいじくれないんで。すごい山の中腹にこう雲が覆いかぶさってますね。あの頭上をずっとね蓋してるような感じだった分厚い雲がここら辺まで来たらなくなりましたね。いやすごい景色だな本当に。これはびっくり。カーブはまあまああるんですけど、アップダウンがそんなきつくないんでね、走りやすいですね、山道とはいえ非常にいい感じ。そしてねこのまま行くと、10時12分の到着予定ってなってますね。ただまあお手洗い寄ったりするんで10時12分はないでしょうね。まあ11時までに着けたらいいかなって感じです。今日のアポイントメントは10時なんですけど、10時から午後3時までに行ってくれたらいいってことなんで、まあまあどっちみちねこれより早くはできなかったんですよ。まあ前回の動画とつながってると思うんですけど、前回の動画はお客さんでお届けしたんで、お届けがねまあ7時間ぐらい時間費やしたんで、これ以上早く出発するっていうのは不可能でしたので、でしかも今今回も73のスプリットで10時間を分割して走るんで、10時間の 100% の休憩は僕は取れない感じで進みますから、それをやってでも10時はちょっと厳しいって感じですね。かといって3時に近い時間で受け取っちゃうと、2日後にお届けなんですけど、それがねその遅れた分時間が押して厳しくなっちゃうんで、まあ、できるだけ早くピックアップ行きたいっていう。いやーすごいね本当に、この川が、いやーすごいな。この空と、これやっぱりねドライバーやって毎回毎回すごいすごいって言ってますけど、やっぱ走ったことがないとこ来ると新鮮ですよね僕は走ったとこでも忘れて何度でも感動してますけど、いやこれはすごいわ。いやこんな景色があるんですね。いや言葉を失ってしまうね。言葉を失うとね動画にするときにカットしちゃうからね、喋ってないといけないんだけどはーって言いながら見ちゃうね。すごい綺麗な景色ですね今日は。本当に、いや本当に動画編集のときに音声の波形が触れてるとこだけカットするからさ
あ、そしてあの川の向こう岸にずっと貨物列車が走ってますね。なんていうことでしょうか。こんな、ねえ、すごいトリプルのトレーラー、すごいですね。ああいうのダブルのトレーラーもそうだし、トリプルのトレーラーもそうだし、ああいう人たちっていうのはデイリーで働いてるのかな。デイリーってあの 日ごと朝でも、そしたら帰れないもんね。どうやってんだろう。あんまりトラックストップでああいう連結のトレーラーの人たち見たことないんですよ。たまにダブルの人はいたりしますけど、でも普通のあのトレーラーの、あの駐車場にはサイズ的に入れないんで。これ今トリプルでしょ。すごいよね。あれの、ああいう人たちはどこで寝泊まりしてるのかなっていつも思ってるんだけど、普通にもうターミナル2ターミナルで1日が完結できるようになってるのかなとか、なんかね、どうやってんでしょうかって思うんだけど、あの人たちのバックとかも恐ろしく難しいでしょうね。だってトレーラー1個ですんげえ手こずってるのに、それが2個3個ってもう絶望するよね。考えただけで。いやー、向こう側の貨物列車すごいね。カメラには映らないかな。すごい長い貨物列車がね、川の向こう岸対岸を走ってるんですけど、すごいな。今日は本当に俺はもう語彙力を失っている。いつも以上にすごいしか言えない。いいですよね、このなんかこの枯れた感じもありつつ、背の高い木も生えていて、岩肌もあって、川もあって、山もあって、もう全部あるじゃんね。夏涼しくて、ただ雪降んのか、それは大変ですな。いや、もう雪はね、まだトラック経験してないから、雪降ったら走んなくていいよっていう会社がいいな。お金にならないから、やっぱり。いや、その分代わりにあのお金払いますよみたいな、あの雪でスタックしたならその保証金払いますよっていう、天国みたいな会社があったらいいんだけど。いやー、すごい。今日はもう朝から癒されまくりですね。ねえ、ちょうどこの対向車線の外側というかね、川に近いところにもう一本こっちにも単線の線路がありますね。いやー、絵になりますね。この川の名前ね、なんか川の名前ちっちゃくて読めないとか言ってたんですけど、いや、もっとあの上にね、大きくね、あの道路の名前が表示されるんですけど、そこにコロンビアリバーハイウェイって書いてあったんで、きっとコロンビアリバーって名前だと思いますね。ここすごいじゃない、ここ。この景色ね、え、今映ってんじゃない、貨物列車。どうかな、ダメか。いやー、すごいね。これ有料なのかな。今思ったけど、いや、でもインターステート84だからフリーウェイかな、ちょっと分かんないですね。フリーウェイ通るロードかな。あれ、中央フリーウェイっておかしいですよね、今思ったら。今急に浮かんだけどさ、全然タダじゃねえじゃんね。え、中央道結構値段しますよね。あのスキー行くときによく使ってましたけど、スノボね、ごめんごめん、ちょっとカッコつけちゃった。スキーなんかできない。スノボ、スノボ。スノボ一時期ハマりましたね。あれ2002年か3年かその辺ですけど。
毎週行ってましたね。僕はあの裸になるとちょうど心臓があるあたりに大きなくぼみがあるんですけど、それはねスノーボードやってた時に、まあ一番その外側のコートの内ポケットに車の鍵を入れてたんですよ。でその鍵を入れたままスノボやって前に倒れた時があったんですね、バッターンって。その時にたまたまその鍵がまあ普通平らに入ってるじゃないですか、ポケットに。なんかの拍子にこう心臓に向かって垂直に鍵が刺さったんですよ。そこに体重かかって乗っちゃったんですよ。息できなくなっちゃって最初やべえと思って、で血出てるわけでも何でもないんだけど、まあ、とにかくその日はちょっとそれ以上滑るのやめようと思っておとなしくロッジで温まってたんですけど、でも帰りの運転も日帰りでしたから帰りの運転もあるからまあちょっと体調整えてなんて思ってて、最後みんなが滑り終わってじゃあ温泉入って帰るかって時に温泉入ったら心臓のところがなんか肉がへこんでんですよでもそれっきり、別になんか体調に異変があったわけでも何でもないから医者にも行ってないんだけど、だから未だにねその鍵が刺さった跡がねへこんでるんですよね心臓のあたりに。あれ危なかったかなって今思うけどね、あの時は何とも思わなかったけど、ちょっと場所間違ってたら危なかったんじゃないとか思うんだけど、今日はいつにも増して余談が多いですね。余談ね、余談が過ぎるね。お、前から来ました、貨物列車。おー、近くで見るとなかなかの迫力です ね。このペイントされちゃうのはこれがデフォルトなんですかね。全部なんか書いてあるね、すごい。これも長いですね。どれくらいあるんですかね。まだまだ続いてますもんね。まだ続いてますね。ほんと何マイルって続くんですかね。ちなみに今僕が100キロぐらいで走ってますからね、向こうも、あ、途切れましたね。いやーすごい、すごいね、この辺の人たちはこれが日常なの、すごいね。さっきウォルマートとか出てきたけどさ、すごいところで暮らして生活してるね。旅行じゃないんだもんね、これが日常なんだもんね、すごいですね。でも日本にもこういうとこあるでしょうね、こういう景色のところは。電車が横通って、まあ川はないかもしれないけど、これがね海だったらこの海岸線をこうやってね、熱海のビーチラインだっけ、あれもこんな感じですもんね全然違う青少バイパス、青少バイパスとかもこんな感じですよね全然違うね。でもなんかこのね、ちょうど水辺をこうカーブして片側が山になってるって感じは、このロックはなんかこっち側に倒れてきそうな角度で立ってますね。おっかねえな。西海岸は普通に地震がありますからね、まあ、日本みたいなでっかいのはないにしても怖いですね、ちょっとね。昨日も南カリフォルニアで地震があったってニュースを見ましたけど、
っぱりなんか最近地震が多いですね、日本にしても。どうなんですかね。朝日が照らしてきてますね。私は北に向かって走ってたはずなんですが、途中から東向きになったようですね。めちゃめちゃ眩しいですまあでもすごいいい景色であることは間違いない。おー、ここはすごいね。水面に朝日が反射して綺麗ですね。そしてこの道路が川のちょうど埋め立てたところを通るんですね。いやー、すごい美しいですね。自然が豊かだね、オレゴン州。これはいい道路を今日は走れてますね。これ本当に目的地に向かってんのかな不安になってきちゃうな。ワシントン州ってオレゴン州の北にあるはずなんだけど、ずっと東に向かって走ってる気がするんだよね。あ、なんか船が出てますね、川に。何をやってるんだろう。ちょっとレジャーの感じじゃないですね。何をやってるんだろう。釣り？はい、ちょっと今ね、104番の出口で出てきました。右側にパイロットがあるんで、そこに一旦寄ってから続きを行こうと思います。よいしょ、矢印信号ですね。よいしょ。よいしょ。おトイレ行きたいぞ。お、パイロット混んでるね。混んでるね。あ、並んでるもんね。 TA もあるの。シェブロンか。シェブロンでいいかな。じゃあ別に本当におトイレするだけだもんな。あ、でも店がねえ。そんなことある。 TA、 今のところはまあ景色がねすごい新鮮だったもんで、僕にとってね、眠気に襲われずに来れたんですけど、ここからはまだちょっとわからないんで、コーヒーをね飲んでいきたいなと思ってます。ちょっとウィンドシールドも汚れてるから掃除しましょうかね。ちょっと一旦休憩ですね。はい、よし、オフデューティー、オッケー。はい、コーヒー汲んできました。後ろの山すごいですね。はい、出発しまーす。なんかすごく空いてたので30分の休憩を取ってしまいました。おー、この橋を渡るんですか。すごいね。いやー、もう見たことない景色の連続ですね。すごーおー、これはすごい。そして前からかっこいいトラックが走ってくる。すごい景色だこれは。そしてちょうど橋を渡ってる時に目の前に貨物列車が横切るぞ。すごいぞ。
コロンビアリバーと書いてあります。うわーすげー、ドンピシャのタイミングで貨物列車が行ってくれますね。いや、オレゴン州楽しい、楽しいかも。よいしょ。でもここから山道かもしれないな。なんか地図がくにゃくにゃ、ルートがくにゃくにゃしてるぞ。もう早速上りですね。よし、頑張っていきましょう。休憩もしたし、今日はね、8時間経つ前にお客さんのところに行けるから30分リセットいらないんですけど、なめちゃめちゃ空いてたんで今のトラックストップ、だからのんびりとちょっとフロントグリルの掃除なんかしちゃって。おー、いいね。ビッグサンダーマウンテンだよ、もうこれリアルビッグサンダーマウンテン。おー、やばいね、言葉がなんて表現していいんだやら。そしてここでワシントン州に入る。オレゴン州からワシントン州に入りました。もうここからワシントンなんだね。すごい。今はね、別に山道怖くないですよ。もうエンプティーですからね。スイスイ、スイスイ行っちゃいますよ。お、ストップサインですね。はい、ストップサイン止まります。はい、ピタッと、はい、行きましょう。よいしょ、天気がいいせいもあるけど、すごくない？この景色本当にすごいんだけど。いやー、いいですね。今この山を登って下ってってやってる間にジャーニーのオープンアームスでも聞こうかなと思ったら、また電波が全然なかったですね。さすが田舎になっちゃいましたね。一番弱い電波もないでね、もう SOS って書いてありますね、電波のところに。いやー、ジャーニー聞きたかったな。なんかこういうくねくねした道とか山道とか走るとなんかあれ聞きたくなんだよね。わかる人いるかな。So now I come to you with open arms ってやつね。あれ好きなんだよな。なんか確かね、こういう道をエルグランドかなんかが走ってたコマーシャルだったんだよ。そのイメージがずっと残ってんだろうな。ワシントン州の山道を走っております。いや、エンプティーだとやっぱりちょっと気が楽ですね。下り坂ね、異常に加速するってことはないんで、まあ、上りもね、めちゃくちゃスピードが落ちるってこともないし、非常に楽しい、周囲を見る余裕があるドライブですね。このもう見た目が涼しげですよね。この太陽が当たって今夏ね、真夏ですけど、やっぱりここまで北に来るともうワシントン州って言ったらね、もうそのすぐ北はカナダですからね。やっぱこの見た目から涼しげであり、実際の、わお、今実際の外気温55度だって。フロリダの真冬より寒いんじゃない。さっきからね、こういうなんかちょっと影に
シェリフがスピーディングやってるんでトラップに引っかからないように、まあ実際そんなにあの制限速度より出してるわけじゃないんですけど、なんとなくですけど制限速度よりみんなちょっと落として走りますね。警察とかシェリフがいると保安官気づいてますよ私みたいな感じでちょっとみんなスピード落とすアピールみたいなのしてますね。さあこの先きついダウンヒルがやってきますね。そこからはちょっとさすがにスピード気にしなきゃいけない、集中しましょう。おお見晴らしがいいですね。右側今ちょっと隠れちゃいましたけど、おーいいね。これでも冬になったら全部雪景色になるんだよね。あーすごい、こんな道雪降ったらおっかなくて運転できないね。どんな冬が来るんだろうか今年は。もうヒー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 言ってる動画しか撮れない気がするんだけど、いやーすごいね。よし、いやーすごいですねこの見晴らし、谷が。お、この先ちょっと急カーブっぽいの、制限速度落とせと出てますね。あーあそこね、あほんであれだね、逆バンクだねこれ。また外側が下がってるでしょこれ。もう極端に上げといてほしいよね外側。なんで下げて作るんだろうね、遠心力でさぶっ倒れちゃうっつうの。それか重たいトラックが走ってるうちにどん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 外側が沈んでっちゃうのかな。トラック乗ってて一番怖いね逆バンク。自分の中では行けると思うスピードまで減速してるんだけど、バンクが逆だとねもう本当に倒れちゃうんじゃないかってちょっと思うんだよね一瞬。心臓がドキッと。これは広大な、すごいね、遠くまで見えるというこの条件は木が低いっていうことですよね。建物がない、木が低いっていうこの条件が揃うと遠くまで見えるわけですけど、いやーそれにしてもすごいですね。大間さんがいましたね。はい、ここでインターステート82番に合流します。よし、ちょっとねここまで気使う道路が多かったんで、ここからちょっとリラックス、リラックスもできないからちょっと交通量がだんだん増えてくるからね。今の時刻は朝8時54分、もうすぐ9時ですね。ああ右側に川が流れてますね。いやこの感じいいよね、真横に川が流れててさ、なんか高いフェンスとかあるわけじゃなしに。この橋もいいですね、雰囲気ありますね。もうバシ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 、もう前のダンプトラックから砂利が飛んでくる。あれほらスクリーンあるじゃん、あれちゃんとしてよ上。あれほらアーム見えてますよね、今ね右端にねこうロールスクリーンみたいなのが溜まってるんですよ。であれアーム電動でビーンって左に動かすと上全部スクリーンでカバーできるんですよね。やりゃいいのにやらないで走るからさ、砂利が飛びまくって。おーこの眺めはすごいですね。もうワシントン州のかなりの範囲をここから見えるんじゃないのすごいね。
ですね、この田舎な感じがいいね。家が密集してない感じが。この左右にある丘に入ってったらやっぱり怪我するんですかね。茨の何かがあるのかな、それとも普通にただの枯れ草なのかな。なんか痛そうじゃない見ててね。スプラッシュマウンテンの最後のとこみたいな。ウサギ丼とクマ丼があって、いやーやばいね。今日はもうただ観光してるおじさんだね。荷物も今運んでないしね。すんげー長い動画になるかもね。ほんで発してる言葉はすごいなーしか言ってないっていう。ありえるよな。もう撮れ高って考えてないんですよ僕。本当に喋ったところだけ後から切り刻んで動画作ってるんで、それがねたまたま45分から1時間ぐらいにだいたい毎回収まってるだけで、多分あれが体力の限界なと思うんですけど。今日はなんかいっぱいワーワー言ってるからめちゃくちゃ長い動画になる可能性もあるよね。はい、レストエリアが出てきますので、そこに一旦入りたいと思います。ちょっとお手洗い休憩。ここからお客さんまではあと50分ぐらいですね。すごい見晴らしの良さそうなレストエリアですね。プライムさん、リーファー掃除してるね。俺も掃除しなきゃいけないんだ、リーファー。よいしょ。お、ゴミ箱いっぱいある。いいですね、ここは。よいしょ、オフデューティー。で、ちょっとお手洗いとリーファーの掃除をしたいと思います。リーファーのプリクールが何度だったっけな、40何度、41度だったかな。めちゃめちゃ見晴らしのいいレストエリアですね。はい、それでは出発します。お手洗いに行って、そしてリーファーを掃除しました。それからプリクールね、会社のディスパッチノートを見たら41度にセットしとけって書いてあったんで、今41度にセットしました。まあこれはね、お客さんのとこ行くとまた変わったりするんで。でこれから行くお客さんはライブロードなんで、またね待ち時間が発生すると思いますから、まあ、ちょっと昨日全然寝れてないんでね、ライブロードしてもらってる間にちょっと仮眠が取れればなという感じですね。昨日のお客さんというか今朝のお客さんって感じですけど、7時間ですからね。もう今度はそんなかからないと思うんだけど。ここからあと50分ですね。もうそんな都会を通ることはないと思うので、渋滞はないんじゃないかなと思いますけど、すごい雄大な景色の中をね走っていく感じが、もう今日ずっとそんな感じですね。これは楽しいドライブですね。これで荷物乗ってるとヒー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 言うんですよ。カーブもね、とんでもない遠心力がかかるし、下り坂もねどんどん加速していっちゃうし、今エンプティーですからね。のんきなこと言ってますけど、これもあと1時間して荷物積んだら後半の動画はヒー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 言ってると思いますよ多分。おお、川を渡る、何川だ、コロンビアリバー。あれ、さっき渡ったのコロンビアリバーじゃない。またこれ何、これは時空がまた戻ってるか、これ同じところを渡っているか。いやー、キラキラしてるね、水面が。
水面がキラキラしてますね。すごいね、正面の岩とかももう宇宙だよね、これ。地球じゃないでしょ、他の惑星じゃん。おー、すごい。なんだあの右の山の上、展望台みたいになってるね。あー、なるほどね。今のところから見ると、右上の山から見ると、今のコロンバスリバーが流れていく様を360度で見れるわけね。すごいね。コロンビアリバーか、間違えた。あー、こっちからは見えないでしょうけどね。めちゃくちゃのどかな畑が広がってるんですけど、もうあとここから数分でお客さんが出てくるんですよね。しかもこの高速道路沿いらしいんですけどね。左に見えてるのがそうなのかな。はい、ここを左ですね。はい、ストップサインです。止まります。ピタッと行きましょう。大回り大回り大回り、よいしょ。これ道一歩間違えちゃうとまた高速逆戻りしちゃうから、ね、ここじゃないんだよ、この一個次なんだよな。まあ、ということでぼちぼちお客さんのところに着きますので、また後ほど。はい、今お客さんのところに着けましたが、右に止まってるトラックがまっすぐに止まってないからね、ちょっとミラーがぶつかりそうだったけど、まあうまい具合にかわしながら、ちょっと左目に傾けて止めてます。これで積み荷を待ちたいと思います。はい、それでは出発します。ライブロードが終わりました。ちょうど滞在時間はぴったり2時間でしたね。今午後1時です。ほんと11時ちょうどぐらいに着いて、今午後1時1分です。ぴったり2時間。今回のお荷物はじゃがいも、もうなんか加工してない本当の生のじゃがいも。はい、ストップサイン止まります。停止線はどっかな、ここか。はい、ピタッと。お客さんのところについて、まずねエンプティのトラックとトレーラーの重さをスケールしました。それでね、詰めるだけ積もうっていう感じで逆算して目いっぱい積んでありますので、もう多分リミットギリギリのはずです。今から、スケールに向かいます。お客さんのところのスケールは全体を測るやつなんで、引き算していくら乗せたかってやつね。空のトラックとトレーラーを先に測っといて、基準値目いっぱい積んで、で積み終わった後のトラックとトレーラーを計測して、その後引き算するってね、最初に測ったやつを引き算してどれくらいの分量を積んだかっていうのをね。だからパッケージになってない本当に一個一個のじゃがいもを乗せていく感じなんで、そういう引き算でいくらトラックに乗せたかっていうのを計算している感じですね。だから車軸がどうのこうののスケールじゃないので、ちゃんといつものキャットスケールに今から測りに行きます。はい、この先右側にラブズがありますので、そこにあるキャットスケールに行きます。やっぱりだいぶ重たいですね。ここ右かな、ここ右ですね。よいしょ。
はい、ストップサインです。止まります。はい、ピタッと。これは向こうが優先だからね、なかなか出れないね。お、今チャンスかな。よし、ここも新しいですね、ラブね。さあ、スケールは あそこにありましたね。駐車場空いてんな。シャワー浴びちゃおうかな。あんなのスケールするの？キャンパーってスケール必要なんだ。めちゃめちゃ空いてるな、ここのラブ。マジでシャワー浴びちゃおうかな。昨日浴びれなかったので浴びたいな今日。よいしょ。さあ、それにはここ一発でスケール通りたい。さあ、どうなるでしょうか。さあ、どうだ。結構重いよ。だって積んでたおじちゃんが目いっぱい積んだから重いよって言ってたもん。気をつけてねって言ってた。重いのはいいけどさ、オーバーは困るからね。オーバーしてたら戻りますよ。ああ、まあ大丈夫ですね。ギリだな、前がギリだな。33,500。まあ500ありゃ大丈夫か。今燃料がフルとスリークォーターの間ぐらい。ただリーファンの燃料を満タンにした時にどうかってとこだな。ワンピンずらしとくのありだな。シャワーを浴びに行きましょう。ここに止めて、ちょっとした下り坂で転がってっちゃうね。よし、はい、今からシャワーを浴びに行きます。もうここからね、今日はお客さんとかどこか立ち寄るってことはないので、ここでシャワー浴びちゃえばあとはもう好きなところに止められます。ちょっとさっぱりしてきます。あー、めっちゃ気持ちいい。シャワー浴びた後のこの外の気温が涼しいからすごい気持ちいい。はあ、リフレッシュできました。そしてソーダも汲んで洗濯もしてきました。これでバッチリ。あとは今日はもう走りすぎないで、もう止めれるところに安全に止めたいと思います。昨日夜の9時の配達で早朝までね、7時間待機して夜全然寝れてないので、あんまり無理するとやばいから早めに今日はシャットダウンしたいと考えております。はい、じゃあ出発します。ここのラブズいいな。ここで今日寝泊まりしたい気もするけど、さすがにまだ1時台だからね、シャットダウンするには早すぎるわな。ただまあ今日は結構働いてるけどな。はい、ストップサインで止まります。はい、ピタッと。お客さんまでがですね12時間ぐらいあるんですよね。で、お届けが明後日なんで、今日もうちょっと進みたいですよね。もうシャワーを浴びちゃったんで、レストエリアでも全然いいですね。おー、湖かなこれは。すごいね。モーセスレイク。
ドライビングタイムの残りは4時間30分ですが、オンデューティーの方がもう4時間なので、まあ、4時間以内にどこかで止めたいですね。今1時57分、2時だから4時間、午後6時、そんなに運転しないな。あと2時間ぐらいのどこかで止めれたらもう止めちゃいましょう。今日はちょっと早めに寝たいですね。そして明日早朝走り出したい。また夕方ね、頑張って渋滞に飲まれてもしょうがないんで。おお、またレイク、これすごいね。ここら辺は綺麗な色してますね。湖の色がエメラルドグリーンじゃない。なんでこういう色になるのかな。黄色い砂地なのかな。綺麗ですね。この道路ちょっとストライプみたいになってんの分かります？ちょうど轍地のところだけね、舗装し直してあるんですよ。これでいいと思うんですよね、どこの州も。これワシントン州相当賢いですね。だって轍地以外のところって走んないんだから、はっきり言って。轍地のとこだけこうやって軽く削って再舗装しといてくれたらデコボコしなくていいんですよ。他のステートはね、こう横に、なんていうんですか、ひび割れを横に直していくんですよね。この道路に進行方向に対して垂直にパッチワークするからデコボコデコボコするので、そのなんていうんですか、デコボコするところでトラックがまたバウンスするじゃない。そうするともその着地するところで重心がかかるから、またそこがひび割れていくの繰り返しで、こうやってね、轍地だけこうやって掘り返してやり直しておいてくれたら、これはね賢いと思いますね。まあちょっとあの単車乗ってる人ね、バイクの人はあの縦に割れ目が入ってるとタイヤ持ってかれてしんどいっていうのはあるのかもしれないけど、トラックはこれがいいですね。全然デコボコしないしね。で、ひび割れてるところだけすくって直してるって感じが分かりますもんね。いやこれ他のステートもこれにしてほしいな。賢いですねこれ。だって全部やり直すよりもはるかにコスト安いですし、あの意味の分かんないパッチワークよりもずっと効果的ですもんね。これで今対向車が走ってくる反対車線は一番外側のラインだけやってますよね。このなんつうか追い越し車線のところはやってないじゃないですか。だからやっぱトラックのために再舗装してるって感じなんですよね。いや賢いですよね。これ他のステートもこれにしてほしいな。別に俺が一人でここで言ってても何も変わらないと思うけど。事故かな、なんか右側に突っ込んでるよね。ありゃ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 、車の後ろがないじゃん。ありゃ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 、ウェイステーションクローズドって書いてありますね。お、そしてこのキャンパーはどうなんだろう。違うね、これはあれじゃん、家畜積んでるやつじゃん。大丈夫か。あれ馬とか牛とか運ぶ車ですよね。怖いね、気をつけましょう。まあ事故はね、僕は毎日見てますから気をつけましょうということですね。本当に毎日見ますよ。中にはフェイタルな事故も見ますよ。おそらく亡くなってる、もしくは相当ひどい怪我をしているであろう事故とかもね見ますから、まあ、それでみんながね安全に運転するなんかきっかけになったらいいかなみたいなのはちょっと思ってるんですけどね。まあおこがましいですけど、まあ日本と
リカは全然違いますけどね。日本の方が皆さんやっぱりこうやってね気使って、まあたまにクレイジーな人もいるでしょうけど、はい、1マイル先ウェイステーションが出てきます。オープンウェンフラッシュ、フラッシュしてないからクローズってことですね。はい、通過します。ウェイステーションクローズドですね。通過します。おー綺麗ですね。もう太陽がキラッキラしてるね。大草原だね。ここからね、あとね40マイルぐらいのところにあるトラックストップを目指してたんですが、さっきまでメニーって書いてあったんですけど、もう今フルってなっちゃったんで、どうしようかなと思ってるところですね。こうなると悩ましいですね。さっきのシャワー浴びたラブズで早すぎたけど、あそこで休んどいた方が正解だったかなとか、そういうことを思っちゃいますよね。まあ時間がそんなに遅くないからね、1台ぐらい空いてないかなと思う気持ちと、今日が金曜日なんですよね。金曜の夕方からね、土日休みのトラックドライバーが早めにトラックストップに入って34時間やってるっていうパターンがあるんですよね。だからちょっと心配です。はい、川が出てきました。今日何回目でしょうね、コロンビアリーバーまた渡ります。ウェイステーションが 1.5 マイル先にあります。綺麗ですね本当に。今日は3回4回ぐらい渡ったんでしょうか。何回見ても綺麗。そして流れが速そうですね。この橋も雰囲気ありますね。ちょい錆の感じ、ちょいと錆びてる。さあウェイステーションはどこで出てくるんだい。よいしょ、あそこで出てくるのか。あ、オレゴン州に入りました。はい、どうですか、ウェイモーション。どんどん重いんですよね、ジャガイモが。あ、ウェイステーションクローズドって書いてありますね。クローズドって書いてあるんですが、この一番出口になんかトラックストップがあるみたいなんで、ちょっと行ってみましょう。どうでしょう、空いてるかな。空いてなかったら次行きましょう。ここ空いてる、空いてるか。
slightly left and then turn right onto 6th Street. ここ止めていいんだよね。ここにしましょうか。今日はね、どこでもいいんですよ、はっきり言って。さっきシャワー浴びたからね、これがあるからさっきシャワー浴びといてよかったですよね。どれくらい下がったらいいのかね。そろそろ当たりそうだね。コンクリートちょっと一回しとこう。はい、到着。どうですか、後ろ。いいですね、もうちょっとだけ下がれるか。まあ、ということでね、今日はここでシャットダウンしたいと思います、ね、今日はいい景色のところをいっぱい走れましたね、お楽しみいただけたら幸いでございます。まあ、こんな Vlog をやってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。これからね、コロラド州に向かいます。また明日の動画でね、お会いしましょう。それでは皆様 Be safe、 ご安全に。